毛増えました、髪の毛増えました、ラララン。はい、どうも、こんばんは、SSに久谷トリエでーす。竹崎と申しまーす。すいません、申します。今週もよろしくお願いいたします。もうちょっと綺麗に演奏したかったな。リハーサルの時の方が上手だったよ。いやいや、ちょっとね、焦っちゃって、あれで。ということで、まあ、髪の毛増えましたということで。髪の毛ほんと増えたね。いや、わからん、そんな増えたのかな。どうも。夏に向けて早いらしいね。早いね。なんでやろう、なん、夏はやっぱこうガードする率が高いから、やっぱりだからもう草と一緒や、草と一緒や、ね、頭は。そういうこと、そういうことなんですね、うん、やっぱりこう夏に向けてほら草も伸びるやん。あ、そうか、うん、ああそうか、それと一緒だ、うん、そう、草だよ、お前のお前の頭は。そんなに早いんですか。草だよ、もう。そうか、だってあの公園はもう手入れ入ってたからね。あ、そう、うん、あ、じゃあそんなにもう草、ボーボーよ。あら、もう新緑とか言ってたのに、もうし、もうすごいよ、すごい。そう、あ、まあね、あってない。いや、わかる。いや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 、いいと思いますけど。え、もうそろそろ刈るんだろ。いや、まだもっと粘るよ。粘るの、それで。まだ粘る、粘る。まだ全然短いと思う。短い、短いと思うよ。まだ坊主にしたこととかないの。いや、坊主にしたことあるよ、小学校1年の時、ゴブ狩り、うん、そ、ああうん、そんなの、あの安いねっていうとこ屋があって、うん、800円だよ、800円、小学生がかからんか800円。はい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 、はい、で、親父が、うん、明日入学式やからな、ゴブ狩りしよう、ゴブ狩りでお願いします。それ、あ、それ、あ、ね、俺全然そんな、そう、聞いてない、聞いてないよ。俺もね、バリカン出てきて、バーって、バリカンベーって、それ800、まだ安いねっていうところが、もういきなりバリカンだ。泣いた、泣いた、泣いた。いや、まあ別に受け止め、泣いて、泣いてない、受け入れた、うん、受け入れたっていうか、もう驚いてた。それでも弟も、君の弟も、うん、ゴブ狩りにされてなかった。そう、だから同時に2人で行って、同時にか、同時に。いや、もう驚いて声が出ないかったよ。ええって。ああ、まあまあ、そう、面白いな。そうで、俺ね、このこの耳の上の、うん、この、あ、この耳の上毛がないんですよ。こう、こう、あ、ほんとや。あ、こう、あ、こう、どうし、こう、見ね、ない。いやいやいや、みんなに見えてないよ。見、あ、見えた、見えた。見えた、見えた。そう、毛がないよ、生まれつきに。もう一回、もう一回見せて。ちょっと、こう、こう、わかる？あ、こっちに見せた方がいいの？うわ、ほんとや。もうちょっとこっち。うん。わあ、ハゲてる。そう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 。でか、その床屋に行くたびに、行くたびにっていうか、これ見て、これ見てって、あの、隣のこう、狩る人に、うん、その、自分を飼ってる人が言うわけよ。はいはいはい、はい、ここ毛がない、ここ毛がない。じゃあ刈り上げとかできないね。できないんだね。ねえ、もう 俺はもうずっと刈り上げだから。そこないん。はら、俺ね、あのさ、その髪の毛つながりでいきますと、床屋つながりで、あれよ、大学の時にさ、うん、まあ名前伏せますけど、店の名前は、うん、うん、駅前の、うん、駅前あったかね。あるあるある。おうおう、まあちょっと駅前、まあちょっと外れやけど、はあはあ、通りは外れてるけどね、まあ、あの、まあ、髪の伸びたんで風景が浮かんできたもんわって。ほんで行ったんよ。安かったっけ。 あそうなんだ、うん、安いとこなんだ。もう1200円ぐらいで。あ、まあ安いね、うん、安い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 から入ったんよ俺も。 あんまり行かんけど俺もね。ね、うん、で、まあ、こうあの入って、ほな、まあお願いしますと。どうされますかって、まあちょっと下の方をちょっと短く刈り上げっぽくしてください言って、だからね、なんでかね、バリカンが出てきたよ。まあまあまあ、刈り上げっていう単語に引っかかったのなのか、まあね、こうね、まあ、ちょっとここからね入ってったんよ。まあ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 、まあ、よくあることよ。そうだね、うん、まあ、刈り上げ。ただあのね、一向にね、ハサミを出さない。その床屋はで、ちょっと上の方もちょっと短くしますかって言って、ああちょっとお願いしますって言って、まあハサミやんか、普通はね、うん、バリカンなんよ。ウィーン、こう持ち上げて、あ、
てん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 イメージとはちょっと違うけど、うんうんうん、まあ我慢しようと、まあ俺もテンパだからね、うん、難しいんだよ、はい、俺の頭って。ああなるほど、はい、はい、うん、本当にあのねずっと常連にならないと、うん、俺の頭を枯れる人おらんちょっとコツがあるよね。そう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 、こういったらこうなるってのが分かるってことじゃない。そうそうそう、ずっと髪の毛曲がってるし絶壁やしむずいんよ俺の頭。なるほどなるほど、うん、まあ、そうなんね。そうで、まあこらえようと、うん、1週間経てばバランスが良くなるかなと、はいはいはい、いう髪型になってまあバリカンは驚いたけどまあまあええわと。えそれは何、え結局こうまあ、うん、適度に終わったわけだ。適度に終わった。ほんで顔剃られますかって、うん、おまあちょっと整えてもらおうかなと思って、まあ、この後ねちょっとレッスンがあったので。あ変わってこう毛とか。そう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 、あなるほどね、ブブ毛とかね、あのこうクリームとかで。そう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 、あるね、はいはい、あのちょっと学校にねその後レッスン行かないかんかったので、はいはい、でその時はさすがに出てきたよ、こうなんていうか剃るやつ。あああれね、カミソリ。そうそう、カミソリ、カミソリ出てきて、さすがにバリカンじゃないんだなと思って。それ怖いよ。ほんでこう、まあ、まあ熱いタオルでファーってやられて、ほんで、うん、こう剃り始められたんよ、はいはい、って、まあ、こうまあ普通にね、こう普通にね、うん、まあ、この辺もあの額のあたりもこう やってもらって。おほんならね、こう他のところを剃ってる時に、うん、こうおんちゃんがさ、うん、タオルでさ、持ってるタオルでさ、こう俺の額のところをシャッてやるんよ、時々。おう、うん、こうやってひげのところを剃ってもらってる時に俺の額をシャッてやるんよ。それ何、拭いてるとこじゃん。あれ、なんかなって拭いてんのかなって思うやんか。なんやろうって、もうこう全然もう気にせずにこう終わって、まあ、支払いも終わって、でその時も俺自転車だったので、まあ慌ててもね、レッスンが近づいてるから飛ばして帰って、アパートに1回帰って鏡見たんよ、うんうん、鏡見たらね、もうこっからね血がねピューッ、あれあ、そうきたシャッて拭いてたんだ。やばいと思いながら拭いてたんだね。そうそうそう、シャッて俺でもそれつながりであるわ。何何何、あの俺がねこの福岡に引っ越してきて、うん、でここに引っ越してきて、うん、床屋行っとったやん、うん、中学校かな、うん、でよくその、ま、その弟のなんか知り合いで、うん、のとこで行ってそのおばちゃんがさ、シャンプーがすごいんよ、うん、とにかくこう力が強くて、うん、まあ、こうやるんやけど、うん、もう頭がこんななと思う俺こんなそんな人、そんなとこないよ。その動き多くないお前本当ね、本当あの人って言っちゃったけど、もう力任せないよ。シャンプーつけてグワーなんよ。で、グワーってやっぱそれがまた気持ちいいんやけど。コンビニから多いね。そうそうそう、君その動きに出会う人。グワーってやってで終わるやん。うん、もうなんかスワーってこうワーって気がなるよ、ね、魂が抜けてるから。なるなる。でしかもそのおばちゃんね。それカミソリで、うん、こう耳毛をね、うん、なんかその時剃ってくれて、うんうんうん、で毛がまあ多いから、うんうん、耳毛剃ってくれて、うん、3回に2回はね耳を切る。ああ違うって、あごめんねごめんねとか。そうごめんね言ってくれたらいいよね。あまあ大丈夫です、ごめんね言うてよね俺なんか傷つけられてんだけど、なんかこのおばちゃんいいなっつってからまたその人にしか言ってない。まあ人柄よね。そう人柄よ。そう人柄、おじちゃんもいい人でね、夫婦でやってたんやけど、や今もやってるかしらんけど。あああるある。それなんか人柄が良くてね、こうされようが切られようがちょっとまた行きたいなってなって言ってたねまあそれだから俺はそら謝られもせず
隠されて、うん、家に帰って初めてね。そうよ、だからもう二度と行ってないそこで一言ね、あごめんねっていう、うん、なんか、そうそうそう、あればちょっとやから、うん、ねえ、なんかこうテープでもいただければはって帰るからさ、ね、でやっぱりまあ流血ね、なんぼこう吹いても流血はするわけよ。ああそうだね。だからでもレッスン行かないかんからさどうなったで行って、ほんであの先輩と待ち合わせててさ、うん、竹村先輩と名前言っちゃってる竹崎、うん、知ってとうよ知ってますよ本当止まらなかったよね知ってますよってもうどうしようもないんです それ大丈夫なん大丈夫やけどレッスンせないかんからそうやね大変よ、吹きながらレッスンだよこっちもシャーって吹きながらね、そうよシャーってもうずっとあー面白いね、床屋でこんなにこんなにネタがあるとは。まあ床屋の空もいっぱいあるよ。あのね、まあね、まあずっとこう常連になってやってくれてたところは、うん、まあだんだん上手になってきたんよ。はいはいはい、うん、竹崎くんはこの人っていうのが決まっとったんよ。あ、本当、うん、もうその人しか俺の髪型をかっこよく決める人がおらんかったの難しいんやね、うん、本当難しかった、ね、そうその人ももう苦節 2年3年通ってやっと俺のよ、望む髪型を掴んだっていう、もうこっちも粘りがちの人よ。なるほどね、うん、向こうにとってもいい経験。そう、ね、レベルを上げた、レベル上げたね。ほんでその人はさ、まあ、チェーン店なので、はいはいはい、もう移動になってさ、あら、またうわーと思って、そうか、ほんで、まあ、もうちょっとお店変えたんよ俺。あ、うん、まあ、ちょっと知り合いのところにね。それ個人経営のとこじゃないと移動しちゃうんじゃないの。だから個人経営のとこに行ったんよ。行ったんだ、うん、ほんなら俺ね、ちょっとスポーツ狩りにしてって言ったんよ、うん、ちょっと短くしたかったからさ、暑、はいはい、かったから、はい、ほんだらもうあれよ、もう喋る子なんよ。俺の後輩がやってるんやけど。あ、そうなの。喋、うん、るんよ。へえ、うん、すごく面白い子で、はいはいはい、うん、いつもこうまあ常連っぽくなってったんよ1年ぐらいかかって、うんうんうん、でまあ初めての髪型の、うん、オーダーだったので、まあちょっとびっくりしたんだね。もうスポーツ狩り、あ、その人が経験したことがないってこと。じゃあ俺の髪型でスポーツが。ああ、そうかそうか、何回か行ってて、うん、ああ、そうかそうか。その子うまいがって。ああ、そうなんだ。もう初めの方から綺麗にやってくれて、お、早いなと思って。極めとるね。うん、まあちょっと変化球スポーツ狩りっていう変化球をね投げたら、いいんですかって言われて、うん、いいよって。どういうことやろ。で、こうバーってやってくれて、まあ、この借り方もこう、ね、上手なんよ。お、でもすっごい喋るからすっごいすくんよすっごいすくん、喋るからもう 手元が見えてないんよ。集中して、そうそうそう、俺も後輩だからさ、もうすっごい喋るんよ。そうやね、それ楽しくなって。そうなるわな。だから頭すっごいすいてるのをねほぼ忘れとんよもうちょっと地肌がね。そうほんでね、そこは まずいな。そこで面白くて、うん、まあ、家族経営やけど、はいはいはい、お母さんがそう先生みたいになっとんよ、うん、先生。そうその後輩のお母さんがね。あ、もうお母さんじゃなくて先生って呼んどるんよお店では。あ、そうなんだ、うん、あ、で絶対さ仕上げが終わった時に褒めてくれるあ、みんなで家族全員で。ああ、なるほど、うん、よくできたね、うん、あ、似合ってますよとか。ああ、そうかそうか、そういうことね、うん、それはそういう、うん、そうじゃないとね。それがね、またね、なんだろう、こう言っちゃなんですけども、下手くそなんよ、褒め方。褒め方が、うん、なんかこう目が笑ってないというかおまずいんじゃないかみたいな。そのあからさまなやつだったのでなんかそう、すっごいライトアップされてて、そのね、うん、店がなんかごまかされてたけど、なんかすっごい、あ、竹崎さん似合ってますねって言われたけど、なんか俺もまあちょっと半信半疑で家に帰ったんよ。で、じゃあ照明が薄いところで見たのが本物やと思ってるんで俺は。ああ、そこそこ、うん、ほんで家に帰ったら、うん、ほらもう落ち武者みたいになっとって俺
横がない落ち武者よ。マジで。もう鳥の巣みたいになっとって、だから俺がテンパーだから、うん、普通の人みたいにすいてもくるくる回るから髪の毛と髪の毛の間がね、あくがって。なるほどね、うん、それいつ、うん、かなり前、かなり前、あ、かなり前、うん、福岡来る前。俺は、あ、大学とかじゃない、じゃない、あ、うん、あ、その後か、ドイツぐらいかな。あ、じゃあ見たことないな。ほんでな、その日あのね、ミュージカルタイムの練習があって、うん、俺んちでアンサンブルの、うん、で俺んちにみんな押しかけて、うん、でまあ、あの後輩たちは俺の頭に気づいてるけど気を使って言ってくれなかったんよ、うん、でも大親友くもんくんは、うん、竹崎、まあ、トレードするなっちゅうぞかわいそうな人になっちゅうぞ。あーあー、もうそれが本当のとこだよ。そうやっぱりって思った。もうアウト、アウトやった。いやー、行きましょう。そうですね、いや、カナデ空で、うん、エスニックアトリエでカナデ空。私の一枚というわけで、今週はですね、あの末松の一枚、末松の一枚を、僕の一枚をやお送りしたいと思います。はい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 、ちょっとざっくりなんか音がしたかもしれませんけど、早速見ていただきましょうか。ボンと、なんだこれ、レンコンですか。これはですね、うん、夏みかんなんですよ。お、あのこの前夏みかんを食べようと思って、はい、切ったら、ええ、ハートマークだった。すごいね。ね、偶然の産物、別に狙ったわけじゃない。いや、せよちゃん、 このように偶然はないよ。あ、偶然という名の必然だよね。必然ね、うん、来た、ついに春が、もう季節は夏だけどつえちゃん、春が来てるよ。そう捉えればいいのか、うん、あ、それいいな、ついに、それいいな、ついにやっと、ええ、来るか来ないか。もう一枚あります。あ、私の2枚ということで、私の今本当は1枚じゃない、私の2枚目ということで。あ、これ違反やね。いやいや、いいよ。お前変なところで真面目だからさ。でんと、まあこれね、一見何もないんだけど。何にもないね。あの喫茶店でね、うん、コーヒーを、うん、いただいて飲んだんですよ。まあエスプレッソ、いや、コーヒーやだね。コーヒー飲んで、うん、飲み終わったのを置いたら、うん、ちょっとこれよく見たら、これなんかに見えませんか。え？
いや別に形に見えるわけじゃないんだけど、なんかこの雰囲気がなんかこうなんかほらお城、あ、まあそれも含めて、そういうのも含めて、この芸術をなんて言うんですか、偶然の産物あのほらね、あるやな、こ色とかがない、ほら絵があるや、色がないというかほら白黒の絵があるじゃないですか、モノトーン、ほらアジア系の、ほらアジア系、中国系、中国系アジア系中国系もう中国なんだねあのほら習字するときにこのなんか何色ですか、あれは黒、黒ね、うん、それ何です、墨水墨画、あ、まあそう、そういう感じよ、そういう感じ、そうじゃないんだ、水墨画とか墨絵とか、え、何を言いたいのに見えるじゃないですか、え、これほらこのこのちょっとほら真ん中あたりが川に見えて、そのあーこっから連想してるんだね君はね、そう連想して、あ、飲み終わって、あ、見たら、おーってこれ写真撮ろうっ て、 言って僕はもう奥のやつが白で、あーそうそう白にね、うん、右のやつがね、あの道があって、その奥がなんか城に入るための入り口の門みたいな、あーなるほどね、うん、いやいやもう正解、正解とかあるのこれ嘘、いやいや、まあ自由な連想なんだけど、うん、そういう風に見ていただければ正解です、ああまあそう発想することが大切ですよね、そう、うん、そう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 っていうわけで、まあ私の3枚目は、3枚目ないです、ないですか、2枚目にしようかな思ってわざわざもう話題も尽きたけどほらまた B が、あれなんか変だよちょっとちょっとおいはい、そうだからなんかこういうのないの、いやあのさ、まあ、今日ぜひこう話題に取り上げたかった内容があるんですけど、何でしょうか、いいですか、全然関係ないですけど、何でしょうか、ええ、このね放送を YouTube にアップさせていただいてるじゃないですか、うん、放送後にね、うん、はい、でこの前もう俺初めて全部見てみた、まあ、内容じゃなくてこう何人見てるのかとか、ああ再生回数のあれとか、うん、高評価とか低評価とか、うん、コメントとか、はいはいはい、あるかなって、うん、だから結構もうコメントとかいただいてて最近、そうやね、うん、ちょくちょく、そう、うれしい、うん、ほんでちょくちょく返してるっていうね、末松が、うん、返してます、そのありがとうございます、その現状俺知らずだからこの前も返して、いやこの前のはそう知ってた、俺は知ってた、あれこの前返したっけそれ以外にもちょくちょく入ってるだ、あれ知ってる、いやそこまで知らんかもしれない、あの前々回のなんてもう高評価4もついててさ、うん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 、そうあの高評価のやつはね、そうそう俺分からない、4ってすげえぜあれ、今までにない新記録な何千人見てる、うん、あれでも高評価4はなかなかないからね、あそう、うん、あそうなの、うん、そうなんだ、うん、まあ、ちょっとずつ、しかもコメントやっぱりスエちゃんほのぼのするって、何誰ですかあれ、あ、あれは、うん、そう、あれは知ってる人よ、お、え、これ何、これですか、これじゃない、あ、違う違います違います、女の子やろ、まあ、女の子やけど、わー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 、違います、わ、報告ないですよ皆さんいやいやいや別にそれ報告するようななんて人じゃないもん、普通にあの、うんうん、自分が働いてた時の同僚ですよ、うんうん、あ同僚の、同僚の、おうおうおう、英語ペラペラなんですよ、おお、I'm fine, thank you、 いやもうね、 Hey guys から始まった、あーだからもう末松ファンがほら、末松ファンがほら知らんけど、見てくれてますよ、うん、見てくれてたのでね、あのズバ抜けて1個再生回数が多いやつあるじゃないですか、あ僕のね、もうあれ550回超えてますよ、あ本当あれだけなんで、あれだけなんで、あのユーフォニウムの紹介、ユーフォニウム紹介やろあれすごいよ、今高評価1のコメント、この前300やったのに1週間で200増えた、500ってなんやあれだけズバ抜けてるんですよ、ドーンとね、なんなそこの理由を知りたい、僕は俺ぜひ活かしたい何やろね、あれあれだって他にもう一個あるでしょ、ユーフォニウムのやつ、ユーフォニウムを洗っちゃおう、洗っちゃおう、ね、洗っちゃおうはコメント入ってるけど、コメント入ったね、まだでもまあまあ検討ぐらいやね、検討やろ、そのユーフォニウム紹介がすごいよね、ユーフォニウム撮ってるのに画面が曇ってくるっていう、ただのね
ハプニング映像だけど、なんでそんなついたコメントが声が優しいですねって俺の声が優しい UFO とか全然関係ないやんか声褒められたよっていやひょんなとこからそういうとこ来るわけですよ。そうよね、うん、声優しい声で今日もお届けいたしますので、そうですね、まあ私の一枚のコーナーでしたということで、巻きが入ってるので、巻きが入ってる、はい、じゃあ曲いきましょうか。はい、お願いします。ではピアノ曲いきましょう、はい、トロピカルジュース、ありがとうございます。というわけで、夏みかん出てますけど、週ネタのコーナーということで、いつもこれ2画面で始まるよね。ごめんね、なんかどうしたらいいんだろうこれは。こういう風な感じでいきましょう、はい、はいはいはい、今日は竹ちゃんの、今日僕なんですけどもね、やっぱりねいつものごとくね、ネタがないんですよいやいや、うん、ネタがないわけ、取れるネタがないっていうか、あ、なるほどね、うん、もうだから作る、もう作ったきた、作ったきた、作ってきた、作ったきた、作ったきたよ。じゃあ見てもらいましょうか。見るよ、どうぞ。皆さんこんにちは、週ネタのコーナーです。今日はですね、1円落としというのをやっていきたいと思います。まあ、ただね、1円を当てて、この1円を向こうの1円に当てて落とすということなんですけど、その間のね、また1円を立ててみました。これを倒さずに、向こうの1円に当てられるかっていうのをね、やってみたいと思います。ただこう1回でね決まったらもうこれで終わりますので、今日はねやってみたいと思います。さあ集中、はい、やり直し。結構難しいんですわ、ここ。いきますわ、いきますよ。いや、いや、できてしもうた。え、終わり、これできてしまった。週ネタのコーナーでした、やった。
終わったと見せかけて、尺が足りないので、続きましてこの1円玉4枚ねありますけども、無造作にこう机の上に落としまして、すべてが1と書いてる方に向けば終わりということをやります。非常に地味ですが頑張ります。何分かかるんでしょう。用意スタート。見えます？撮りながらやるっていうね、結構ね、違うな、違うな、惜しい、惜しいぞ。いけるいける、いけるんだ、俺はやれるんだ。あー惜しかったな。3枚、3枚14分の31 どこだよ。どんどんやっていこう、どんどんやっていこう。もう尺、尺、尺。もうそろそろ出ていいよ。もうそろそろ出ようね。もうそろそろ飽きるよ。お！ありがとうございます。はい、すべて揃いました。空気の読める一円ちゃんで、ありがとう。週型のコーナーでした。こんなんでいいですか。すいません。失礼します。というわけで、あの一円遊びね。そう。まさかのあの最初のやつは成功しちゃったみたいな。まあ1時間ぐらいかかるかなって踏んでたんよ。おお、うん。まあその最初の。そう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 。まあ、それをね編集してね、まあ、ねなんとかね、はいはいはい、5分に収めてもらおうかなという計画だったんですよ、はい、できちゃったもっとあれっぽく言うて、何ができちゃった、できちゃった、できねえよちょっと尺が足りなくなっちゃったよ。そうそうそう、急遽、あ足りなくなったじゃねえや、余っちゃったね、急遽ね、第2弾の、そう、あのテレビではあのサイコロをね、うん、全部1が出たら終わりみたいなことをやってたの。あけど、それはむずいな。それも朝から晩までやってたから、そんなことやりよったら大変やからねそんなんやってんだ、うん、そうか。でもそれでお金もらえるっていいねまあ、うん、辛いそうやな、それでもね、それでもやってみたら、まあ、ね、やね、うん、俺1万くくれたらやる。あ、日給1万、うん、あ朝から晩までサイコロをやるだけって出たら終わりで、でも、うん、むずそう、なかなか出ないのそれまあこんなもんすよ、僕の週ネタなんて。いやいや、そんなんね、もう、ま、毎週よくできますな君は。なんも常に面白いこと考えてる。常に俺と取って出しだよ俺。うん。即興性。うん。もう追い込まれないとできないのかな。それもいいんじゃないの？追い込まれてこう。いやいや、もう余裕だから、もうね、あるときはあるんですよ。まあだから来月とかね、うん、あの高知県に行ったり来たりいっぱいするので。そうやね。もう任せて、もう2週連続でも3週連続でも行きますわ、来月は。楽しみにしてます。うん、あもういいよ、僕。えということで、じゃあ曲いきましょうか、うん、マイクが下がっ
ってきます。あ、なんとかしてね。じゃあちょっとロックでいきましょう。エスニックアトリエで8スター しない弦をね弦楽器をね、やろうとするからこんなことになる。いい音だな、ピアノ。僕たち映ってないけど大丈夫？今日はいい音だ。映る？映ろう。はい、一緒に考えよう未来ということで、ね、さあウクレレなんか持っちゃってますよ。もうこっちギターです。ちょっと自由すぎるかな。できませんけどもなんかこうやってね、なんか適当に音鳴らしながらこう楽しいじゃないですか。いつもピアノを弾いてます。ユーフォニウム吹いてますということで今日の一緒に会をやって打楽器叩いてます。入ってこいやあれ入ってこないの一緒に考えよう未来のコーナーなんですけども、今日は何について話そう。あのね、僕はいつも読んでるブログの中でね、あ、これ素敵なことだな、書いてるなっていうのがあって、うん、ちょっとそれ紹介したいなと思うのがありました。はい、はいはい、お願いします。皆さんはどう考えられるのかちょっと考えてみようかなと。皆さんの意見をぜひねください。まあ、瀬松くんはどう考えるのかなと思ってまあはい、うん、考えましょう。怖いなもうゾクゾクするな。怖い。いや、いつも喋る感じで喋ってゾワってするから怖いなとか言わんやん普通いつも。お願いします。怖いの どんな感じ。何やったっけ。私は、詐欺に遭いました。80万円の損失があります。今まで一生懸命ね働いて貯めてきたお金を奪い取られたというな感情が湧き起こって恨みとか、なんか自分へのなんか責める気持ちとかがずっと湧いてきます。はいはいはい、はい、でもやっぱりそんなね自分はちょっと辛いと、いうことで、どのようにしてその物事を捉えていけばいいのでしょうか。それは何、対処というかそのやられた後の、そうだね、そうだね。いや、まあまあもちろん取られてるわけですから、最善のことはしますよね。最善というか、最善じゃなくて何ていうの、
もうやる、いやできることはやりますよね、うんうん、例えば警察に言ったりとか、うんうん、まあ現実的にね、消費者センターに行ったりとか、うんうんうん、それはまずやるとして、まあ、その後よね、まあでももうね取られちゃったからねしょうがないよねまずね、うんうんうん、だからそこにこうぐちぐち言うてももう何も起こらないので、うんうんうん、まあそういうお願いした方にね、うんうんうん、警察とかお願いした方にもう任せて、うん、もう次のことやった方がいいんじゃないですか、もう全然関係なく、関係なくっていうか悔しいけど、そらもうすごいぞ80万言うたら、80万は悔しいよ、そうよ悔しいけども、まあ自分にこう全部落ち度がなかったわけでもないかもしれない、うん、だからなんだろう、まあ考えてもしょうがないからね、うん、考えてもしょうがないで切り替えられる人はいいんだろうね、うん、やっぱりこうなかなか切り替えられない物事ってあるやんか、こう自分が大切にしているものならばものほど、そうやね、例えばだから、うん、その何、例えば恋人がいたとして、うんうんうん、恋人が、うんうん、こう交通事故に巻き込まれて亡くなっちゃったとかやったら、うんうんうん、そりゃ、うんうん、引きずるわな、そうやろ、そりゃ引きずる、じゃあ考えないでおこうっていう、それは逆にきついやん、うん、うん、内容によるよね、だからね、まあそうそうそう、だからその人によってさ、やっぱりそのゼロじゃないわな、うん、だ物事の大きさって違ってくるので、そうやね、うん、80万が別にちょろいもんやって思う人もおればもう血のにじむような努力の80万もあるし、そうやだな、うん、でもまあそれがねなくなっちゃったっていうね、うん、うん、どういう風に捉えていけばいい、そうやなまあ末松さっき言ったね、うん、ものことも一理あると思います、うん、まあそう綺麗にいかないんだろうな、実際にね自分が体験してみたらどうかだよね、へこみます、いやへこむよ、そらへこむと思うよ、へこむよ、へこむ瞬間はね、うん、うわって、まあ、次の日立ち直ってますか、いやそれはない、ないよね、うん、それはない、だから、まあ僕なりの答えは、まあへこむよ、そりゃへこみますね、うん、さあ恨むと思う、恨みます、うん、そして自分を責めると思います、そうだね、責めていいと思います、うんうん、でね、ただまあもっともうちょっと踏み込んで物事を考えてみると、はい、まあ、なかなかねそんな経験できないわけやんか、まあないね、うん、今までないもんね、そうやろ、うん、でやったない、ね、まあまあこの世界中のね成功者たちってまあめちゃめちゃいっぱいおるけど、うん、まあその大体の人が1回は破産してます、うん、あ、うん、まあ破産の理由もいろいろあるの、うん、まあ、そら大失敗したり、さあもうホームレスから立ち上がってね謝罪になっている人もおるし、やっぱりね一度はこうゼロに戻帰るっていうか経験するっていうか空っぽになる、一回でも手放してしまうっていうね、なるほど、そしたらそこはもう上がるしかないので、そうね、だからそのようにあの捉えると逆に良かったのかも、ああそれは、うん、チャンスなのかも、手放せた、お金に対するこう執着を手放した、ああ、うん、そっからなんかこういろんなね、うん、こう運気が変わってこう入ってくるかもしれない、なるほど、っていう捉えてったらもうみんながね、ほとんどこう経験することのない経験を、うん、もうしたんだから、それはもう強みだよね、これからのネタになるやんか、そうやね、うん、そうやって捉えてったらなんか明るい材料に、まあ芸人さんとかがもういい例で、うんうん、もう人が悲しむようなことをね、うん、美味しいと思う、うんうんうん、この精神、
確かに、うん、って捉えてったら、まあこのね世の中でこう起こることって、ええ、まあジャッジするのは自分だからさ。そうだね、うん、いいも悪いも決めるのはさ、変えるのも自分だし。そう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 、だからまあ全てこう肯定的にね捉えていくっていう、まあ練習をしていけば、うんうんうん、なかなかやっぱり自分との戦いの場面もあると思うけど、うんうんうん、やっぱそうなりたいね。そうだね、うん、そうやってやったらなんか良かったんじゃないかな。結構だから、うん、ごめんね、どうぞ。あのまあ、そこまですごい損失が出たあの経験ってないんだけど、うんうん、例えばまあ細かいことでこの作業はあのきついっていうか、なんだろう、まあいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、細かいところ。これはあの今自分に与えられた試練なんだと、うんうん、これが克服できればすごい成長するぞと思って、うん、そういうことは結構やってるね、日頃はね。そう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 、うん、これがだから全然関係ないことやってるような感じでも後で絶対つながると思ってやるっていうのは心がけてるからいいんやけどね。あの大きいことは、まあ、ちょっとしばらくはへこむかもしれないけど、そっからの考え方っていうことやね。だからもう、落ち込んだらもうとことん落ち込んだ方がいいと思います、うんうん。まあ、そっからも上がっていくので、暗い時は暗い曲を聴いて、そう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 、とことんそこまでいくと、うん、もう自分に嘘つかない。そうよね、うん。でまあ、僕ブログにも書いたけど、やっぱり、うん、いい言葉があって、うん、ね、飛行機は空を飛ぶと、空を飛ぶためにはものすごい空気の抵抗があるからだと、うん、そうか、そうよね、そうよね。それを人生にもの例えていけば、あ、なるほど、抵抗がある、なかなかうまくいかないからこそ高く飛べるんだと。そういうことか、うん、そうよ、それうまいわ、うわーっと思った俺、やられた、それうまいわ、抵抗か、そうそうそう、抵抗がないと、それうまいなそうごめん、ちょっと感心した、高、俺も感心して、ね、ちょっといただいてあのシェアしたけどね。なるほど、うん。あと好きな言葉、花は最初から花じゃないとか、あ、最初はつぼみから、そうそう、そっからみんな始まるんだよね。そうか、そうなんだよ。まあとにかくね、僕思うのは、うん、途中で絶対やめないことだと思うんですよ、うん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 、やめたらもう全部おしまいだと思ってるんで、うんうんうん、まあ、全部おしまいって言い過ぎかもしれんけど、うんうんうん、これをやろうと思ってやったことは、うんうんうん、やめないことが大切だと思うんですよね、うんうんうん。まあオリジナルをね、うん、追求せよと。そう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 、うん、もう途中でやり方をガラッと変えるわけじゃなく、自分のそのそう、シカゴの歯科教のさ、チューバの日本人の方がおっしゃってた言葉ですよ、はい、オリジナリティを追求せよ。なるほど、うん、変えるなと。だからもう楽器を吹くんじゃない、だからその人だよ、あの歌う、はい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 、楽器は歌うよ。なるほど。そうそうそう、はいはいはい、今最近俺がハマってる。なるほどね。あの例の方ですね。うん、なるほど。もうその通りよ。いや本当本当。だからね、右へ習えの音楽はやるんじゃないと。かっこいいな。うん、まさしくそういう感じで活動してますね僕たち。今エンディングテーマ流れてるんですか？流れてますよ。はい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 。だからあの勇気もらっちゃったこの。いやあ、ありがとうございます。見てください。ぜひ。そうか、やっぱりそうやってなんかこうずっとねやりたいことをやるってやっぱりいろんなことはあるけど、そうだね、うん、そのいろんな抵抗なり圧力っていうかいろいろ出てくるよね。まあ全部が自分との戦いやけどね、うん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 、そこで絶対やめないっていう、それをコツ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 乗り越えて、なんか逆になんかむしゃぶりするんですよ。寒いの？いや、そう。おーって。おーっと。もうずっとむしゃぶってますけど。むしゃーって。この野郎って。この野郎。この野郎楽しいぜ。暑いね。もう髪切れや。それが原因か。それが原因かもしれない。暑いぜ、その髪。暑いよね。いや、でもだから本当、ね。なんだっけ。
ね。そう、こうとにかくなどういう形でも前に進んでいくっていう、そう、その姿勢をね、勢、あの忘れなかったらいいと思う、うんうん、やっぱ勇気を得る、勇気は得るよね。でもね、やっぱり決めることやもう変わるって、うん、僕はだから仕事辞めるときに、うんうんうん、まあ人は結構もうないものねだりだと、うんうんうん、どっかでとりあえず線を引かなきゃいけないと思って、うんうんうん、バーって辞めたやん、うん、だからもうね、また中途半端に始めることもないだろうし、これでやろうっていう。いや男だよね、スエちゃん。いやもう、たけちゃん、俺はもう楽しむっていう覚悟。いやもちろんそのために。褒めるね、お互いね。褒めるね。それで高めてきたじゃないですか、今まで。ね。あ、いい、サックスの音色が今鳴ってますね。あ、もう後半も後半ですな。後半来ましたね。元気いつ、君つ見てる。いやいや、なんかね、月光来福のやつ低評価1位ついてたよ。マジで、え、何それ、何、自分で作ったんじゃないの、彼が。なんだよって、月光低評価1位。字の話がまさかったのかな。字の話だね、多分。あんな面白いのないよ。具体的になんか虚しい気分になったっていう。面白いよあれ。そうか、まあ、まあ、でもね、それもね、うん、捉えて、そうそう、前向きにね。前向き、まあ面白いよ、もうどんどん低評価つけて。そうね。いや本当、まあまあこれからも楽しんでいきたいと思います。死ぬまでやろう。いやもう本当ね、これをやるために生きてるんですよ僕は。おお、やっちゃえ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 、もうちょ、え、テロップ長さんの大丈夫だよ、これがだからあれ、あ、これがこれであれか、あれした時にポーって3はいと、そうだから、いや、また来週も、今週はもう2週間ぶりにうまくいったね、うまくいった。このテロップ流すのに。そうやね。じゃあまた皆さん来週です。ありがとうございました。ありがとうございました。 CD よろしく。あ、そうだ、 CD 宣伝してない。CD